団長さん、そんなにお菓子を抱えてどうしたんですか？ん？お菓子を買いすぎたから僕。ありがとうございます。団長さんのご好意をありがたく受け取っておきます。でもちょうどよかったです。これから姉と一緒に星屑の町に帰るところでして、よかったら団長さんも一緒に星屑の町の子供たちにお菓子を配りに行きませんか？しかし団長はどこか抜けているというか、強さゆえの余裕なのか、少しあの変な頭目に似ていなくもないか。ハッピーハロウィン。見てください、今日は星屑の町の子供たちのためにお菓子をいっぱい用意しました。みんな喜んでくれるといいんですけど。団長、ありがとうございます。おい、こらてめえ！街中で大釜振り回して何してやがる！ああ！さてはクソゴミカスどもの一味だな。今日という今日は必ずぶち殺す！あなたは団長さん？なんだ、脅かさないでください。そっちが驚いたって。黒いフードで顔を隠して武器を振り回してたら警戒するに決まってます。え？ハロウィンの仮装？大釜も偽物？そういえば、今日はハロウィンでしたね。すっかり忘れていました。子供たちを脅かしに行くのは結構ですが、町の中ではフードは取ったままにしておいてください。でないと間違って後ろから刺してしまうかもしれませんよ。ではごゆっくり。団長さん、そんな、今日はハロウィンですね。気分を盛り上げるために街にカボチャを置いてみました。って言っても本物ではないですけどね。着古した服を縫い合わせて子供たちと作ったんです。カボチャの表情がやけに怖いって？当然ですよ、マフィア避けなんですから。あいつらこの前も僕の家族に手出しやがって。あんな人手なしのクソウジ虫どもなんかカボチャに食われてくたばればいいんだよ。ああ！なんだったら直接ぶち殺してやるよ。ハロウィンにふさわしい悪夢ってもんを見せてやるよ。すみません、ついカッとなってしまいました。そんな思いを込めて作ったんです。だから怖すぎるくらいがちょうどいいんですよ。この後、お菓子を配りながら街を見回ろうと思うんですけど、団長さんも一緒に来ませんか？団長さん。